ここかな。嫌な予感。私も気が合うね。うわー、眩しい。あれ、それにここどこだ。なんかドロドロしてるぞ。なんだ今の、なんだ。あら、あんたよく見たら、あの変なカエルに目の敵にされた兄ちゃんじゃないの。確かあんた、マサオって言ったかしらね。さっきからマサオ、マサオって一体誰のこと。あんたのことに決まってんでしょ。な、何とぼけてんのよ。それよりあんた、こんなとこで油売ってる暇なんてあんの。いいわね、お暇さんで。私もこんなとこであんたと話してる暇なんてないのよ。忙しいのよね。ところでおばさん、誰なの。誰ってあんた、ずいぶん失礼なこと言うわね。私に向かって誰ってことはないでしょう。誰って。私はね、あんたのことをずっと見ていたの。ずっと見ていたのよ。そう、ずっとね。別にあんたに気があるってことじゃないんだからね。勘違いしないでちょうだい。え、見てたの、どこで。あんたすごいわね。もうおばちゃんびっくりしちゃったわよ。あの変なカエルが作った怪人たちをドッタンバッタンって次々とやっつけちゃってさ、もうおばちゃんあんたに感動しちゃったわよ。え、照れちゃうな。あら、やだ。あんたのせいでこんなに話し込んじゃったじゃないの。どうしましょう。お客さん待たせてるのよ。これじゃ間に合わないわよ。そうなの。こうなったのもあんたのせいだかんね。本当にもうどうしてくれんのよ。あ、そうだわ。あんたちょっと手伝って行きなさいよ。ドキドキワクワク。いつだってドキドキを求めている。カエルと遊んでる暇あるんだからちょっとぐらいいいでしょ。ガハハハ。おばちゃん笑いだった。お、やるぞやるぞ。はいはいはい、おしゃべりはもうたくさんよ。さっさと始めるわよ。なんか楽しそうな予感。ちょっと早くしなさいって言ってるでしょ。マサオ、マサオじゃないけど今行くよ。キッチンはキッチンとしておくのよ。わかったわね、マサオ。みんなもわかったかい。キッチンはキッチンとしておくんだよ。やってるちゃんと。お料理するかい、みんなは。よし、これ最後かな。変な薬、みなぎる薬、不思議スープ。あ、3個、こんなのあったっけ。抜く、包む、加熱する。変なお薬作って。どんな要求。変なお薬作って、やばいやつでしょ。大丈夫、合法。やばい、芋使ってる。マジックジャガイモ使ってるよ。包んでみせる。あ、餃子とかで。やばい、色が。どこからその色出てきた。ふんふん。いや、色やばくない。どんどんやばい色になってくる。食べられないよ。完成ね。そして壺なんだね。いや、もう大丈夫です。つなぎる薬。はい、むく、衣漬け、揚げる、茹でる。すごいやるな。蛇の皮。蛇むかれる。蛇先っぽだけ使われてる。蛇つけられる。蛇から、まあ食べられそうだけれども、硬そう。それで茹でる。おしゃれな魔女の鍋で。蛇どこ行った。蛇がもう見当たらないけど。完成。だいたい瓶に入る。よしよし。みなぎる、みなぎる薬ってどこがみなぎる感じなの。夜のやつか、夜使うやつか。不思議なスープは切る、味付け、煮るの3ステップ。なキノコ大丈夫。あ、でっか。思ってたのと違う。ピンク色した液体を注ぎ込んで材料を煮込む。なんか下に沈殿してるけれども。やばくない。今目玉みたいの入ってなかった。よし、いくぞ。いけるかな。いらっしゃいませ。変なお薬作って。変なお薬作って。いらっしゃいませ。変なお薬作って。不思議なスープ作って。不思議なスープ作って。
まず不思議なスープから。それで、でこれギリギリまでね、よし煮る。でギュッ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 で焼く。で完成。いいよ、いらっしゃいませ、まだ来てね。3種類しかないかな。ゴキブリはやめて。もう私の中でゴキブリ出たら負け。ゴキゴアキ。やばい、人来た。えらい人こんなところにも来んの。変なお薬にして。これでいい。待って、これ先にやっとかないと。それでこれ注ぐ。で煮る。よし、これで調理できる。よし、え、まずかった。ごめん。ちょっと待って、忙しい忙しい。ごめんね。これ統一系抜く、統一系で茹でる。もうゴキブリやめて、先に開けとかないと。ゴキもう無理、ゴキにはついていけない。ねえ、死んで。これ剥いて。待って。あの操作忘れちゃう。どれが何だったか分かんなくなる。やばいやばい。あれはもう諦めよう。これで揚げる。で、こいつ。いらっしゃいませ。まだ来てね。ごめんね。これで飛ぼう。投げる。よしよし、偉い人来る。まだ来てね。ちょっと待って、これ剥いて。大忙し。これつけ。よしよし、グルメ優先。これで焼く、揚げる、スープ。これ手間かかるな。出て出て、やばい、グルメの方ができる。はい、これ注ぐ。よし、煮る。食い逃げ、食い逃げは嫌。あげる。見てて。リモコン、リモコンじゃない。そう、やりたくなかった。待って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 ください。お客様お待ちください。これでこれ剥く。忙しい。気付け。これ剥いたら一回あれあげるよ。つけてあげる。いらっしゃいませ。カット。いらっしゃいませ。ありがとうございました。また来てね。変なお薬くて。危ない危ない危ない。ちょっと待って。これ時間かかる。これはくっつける。あげる。あ、なんとか。はあ、それでは本当の本当の姿を。おばちゃん着替えてくるから待ってなさいよ。ちょっとあんたびっくりした。まあ見えてたよね。やーね、うん、強そう強そう。勝てる。お体力ゼロ。おばちゃん早い早い。さすが。あ、やば、下のも行けばよかった。めっちゃ、やー、うん、それで揚げる。かわいい。言っていく。変化どうだ。まずいな。やばいやばいやばい。おばちゃんのが、やばい。いや、こう間に合わない。これで、ここでしょうかね、あの2つあって。また来てね。ありがとうございます。
された。ニコのやつ消されるの痛いな。もうしょうがない。やばい、グルメが来たか。やばい、グルメのやつなのに適当に作ってダメ。やばい、怒られた。グルメのは適当に作ってダメ。やばい、どれがどれだか分かんなくなってきた。これなんだっけ、これつけるあげる。あ、違う。あ、これやった。ちょっと待って、あら、生き残った方が勝ち。あと丁寧にやろう。やばいやばいやばい、これあげて。おばちゃんの自滅が早いか、私が死ぬのが早いか。やばい、おばちゃんがしぶとい。やばい、そこ行っちゃった。やばいやばい、どれが死ぬ。やばいやばいやばい、忙しい。やばい、あれが間に合わない。これで持つかな、最低いっちゃうかな。ちょっと待って。あー、ここ酔っ払いで潰されたの痛い。あれがランダムなんだよな、どこも。あ、もうダメ、間に合わない。切って、あー難しい。あー惜しかったか。あーきつい。あやり直し。ちょっと一回ご飯食べる。じゃあもうそれ消すのやめて。もういやダメだ、あっちはもう完成している。ああああああ、まだ生きてる、まだ生きてる。評価下げちゃう。負けちゃった。よし、10回目ぐらいだぞ。ちょっと黙る。1枚おせんべい食べていい？
よし、今薄しを食べながらやってた、ずっと結構おばちゃん強くって、もう何回、これ多分十何回目かぐらい。いやしかもさ、何が辛いってさ、あの一番最初の戦う前のステージからやり直しなの。あそこも結構しんどいんだよね、忙しくって。あ、レベルにグルメ出た。グルメばっか来るやつだっけ。こんな難しかったっけって思った。久しぶりにやって。やったー、勝ったぞ。薬作るのってすっごい面白いな。ちょっと。あんたやっぱりすごいわね、おばちゃん。また感激しちゃったわよ。さすが、マサオって名前だけはあるわね。マサオじゃないけど、僕ってすごいんだぞ。ほんと感心しちゃうわよ。若いのに頑張ったわね。自動スクロールされる。おばちゃんが若かったらほっとかないわよ。そんなことより、ちょっと聞いてちょうだい。私の旦那ってのがさ、いつも寝てばっかでね、本当にどうしようもない人なの。おばちゃん、あんたに乗り換えちゃおうかしら。ガハハハ。あら、やだ、冗談よ、冗談。な、長いよ。手入れちゃって、可愛いんだから。ここだけの話なんだけどね、マサオさん。だから、マサオじゃないよ。うちの薬評判でみんな病気が治ったって喜んでるんだけど、おばちゃん実はね、毎回何入れてるかわかんないのよ。ガハハハ。ほんと不思議だわよね。あんなんで病気治っちゃうのよ。あれですか、プラシーボ効果みたいな。めっちゃしゃべる。真っ白くなった。あらやだ、おばちゃん。あんた、なん読めない、読めない、ないよ。恋の悩みでしょ。まあそうなのね。いいわよ、私が相談に乗ってあげるわよ。ありがたく思いなさいよ。さあ早く行ってちょうだい、聞いてあげるから。はあは、あらやだわ、もうこんな時間じゃない。恋の相談はここまでよ。おばちゃん、次のパートの時間だから。それじゃあね、まさおさん。じゃその格好なんなの。ふう、なんとか。僕はマサオじゃない。結局誰なんだろうね、名前が。よし、セーブする。このセクシーな曲も流れている中セーブ。うー、なんとか勝てた。無言でごめんね、もう喋ってると全然集中できなくて。おばちゃんもこう見えて忙しいんだから、いつまでもあんたとのおしゃべりに付き合ってらんないのよ。この声好き。あんたもね、人の邪魔ばっかりしてないで仕事しなさい、仕事。若いうちの頃は勝手でもしなさいって言うでしょう。はい、じゃあおばちゃんはパートの時間だから失礼するわね。いってらっしゃい、バイナラ。バイナラは古い。高笑いしたまま帰っていったぞ。一体何だったんだ、あのおばちゃんは。結構声若いよね。僕は何のためにこの国へ来たんだろう。ふんふん。おばちゃんに遊ばれただけ。もて遊ばれちゃった、おばちゃんに。怖いね、おばちゃん。もういいや。あ、帰りの。帰ろ。ちゃんと4本ある。よし、帰ろ。あ、また常夏。なんだと？お手紙来た。またお出かけする？同じ時刻表だね。あ、疲れた。あ、このゲーム楽しいけどすんごい疲れるからね。みんなもぜひ買ってやってね。あの指の辛さはやった人にしかわからないと思う。あとどうやってアナログコントローラーどの指で動かすかも人によって違うかもね。私カットの時はやっぱ人差し指を使っちゃうな。あ、お空にお星様が。おばちゃん。おばちゃん星。泣いてる。おしまい。面白かった。やっぱ久しぶりにやってもこのゲーム楽しい。わーお。なんだ、流れ星？ハレー彗星？
爆破落ちみたいな。あ、え、そんなのあった？心霊現象みたいな、お分かりだろうかみたいな。なんでそこで心霊現象を映してくるの？あ、面白かったです。あっという間だったかな。今歌った？英語？どんだけ幽霊いんの？どこもかしこもいるんだけど。そういうゲームだった、もしかして。だからみんなあんな変な喋り方するの？呪われてた？あー、あっという間だったかな。あ、でも今までやった実況したゲームの中で一番はあのやっぱ山登りのゲームだからな。あれ一番辛かった。これは今手が辛かった、指が。はあ、何度かおばちゃん勝ててよかった。もうね、今11時ぐらいでもう帰ってきちゃうって LINE が入ってたんだよね。うちの夫がもう帰りますって言って、ま、何も準備してなかったから。あ、でもなんか今日はね、夫がお弁当買ってきてくれるって言ってたから、お任せ。作んなくていいんだ。うん。でも今にももう帰ってきちゃいそう。ドアが開きそうな気がして今怯えているよ。さすがに夫の声のところはカット。うん。すごい。まだ全部に心霊現象あった？え、本当はあったけど見えてなかった私が。お分かりいただけただろうか。どんだけいんの？この子たちは何なの？結局やっぱ呪いだった？今疲れて何も考えられない。あ、ちなみにこれ録画してるのはバイオハザードのリメイク、初代のリメイクのクリス編をクリアした後、ジル編をやる前に、あの、あまりにも早くバイオクリス編をクリアしちゃって、なんかストックできちゃったんだよね。なんでコメント反映できないかもしれないから、あのしばらくちょっと時間つぶしにこれをやったんだけど、一番白熱したね。キッチンに忍び寄る自爆霊の。あふぅ。あ、終わった。あ、じゃあ、これで俺の料理の実況プレイを終わります。まあ、主婦としての料理の腕は見せつけられたかなってとこで。まあ、グルメは、まあ、皆様、自分のお力でどうぞ。あ、でも昔ね、クリアしたことあるんだよね、確か。なんか、妹とかと一緒にやったかな。他で、なんか協力してやったような気がする。なんかね、そう、他にも VS とか3分クッキングとかあるんだよね。これじゃなかったっけ？なんだっけ？なんかね、あの、一品ずつ極めたりもできるんだよね。あの、リンゴの皮むきとか。そんなのとかもあって、あ、おまけ、あ、駄菓子店、こんなのあったっけ、何がある、あれ、あー、これこれ、なんかおまけ。偽コンロ、偽コンロのルールを説明します。お願いします。火加減を調節し、指示通りの焼き方をすることによって得点を競うゲーム。あ、ミニゲーム。3回振ったら焼き上がり。レア、ミディアム、レア、ミディアム、ウェルダン。ふんふんふん。生に近い。火加減を調節、左右に3回振ると出来上がり。ふんふん。1、4段階ね。いや、持ってないな。電車で GO のコントローラー持ってないな。よし。Ready? 一回やるよ。
アワビって何？あ、これで火力強くして、あっこれぐらい？ミディアム1、2、3、ミディアム3がミディアム、レア1、あ、いっちゃったかな、ウェルダンこれあれ、ウェルダンダメ、それ焼きすぎ、1、2、3、あれ、これ違うか、ミディアム、レア、レア、これよしよし、ミディアム、1、2、ここよしよし、ミディアム、1、2、3、ここよしよし、ミディアム、あ、結構難しい、あ名前か、た、違うんです、ちじゃないんです、これどうやって動かしてんの、あ、た、か、てんてんないの、あ、てんてんないの、難しいから、あでいいですあーでいいです、 Ready? Go! いやいやいや、もう大丈夫です、もう結構です、あとはオートコギ、ふんふん、 Ready? Go! あ、これなんか、こうやるんだっけなんかね、うまい具合にぐるぐるして、あ、ちょっと待って、しまったぜ、とにかく疲れるんだよな、これ明日腱鞘炎っていうか、明日筋肉痛だわ、右腕、普段こんなに使わないもんあ、痛い、Stop. あ、疲れた、痩せるアワビとウニに負けてる、なんでどんだけ、Ready? あ、違う、いらないです、Go. もう大丈夫です、あとはふんふん、トゲに触れると、あ、ギリギリまで、はいはい、 Ready? Go! あ飛んでった、こういうことね結構すぐ行っちゃうすぐ結構、すぐ行っちゃう、ここ、お、すごいいや、繊細な動きっすよ、よしよし、よしよし、よし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 、これこまめにやった方がいい失敗するぐらいだったら早く終わらせた方がいい、ほい、1500いきたい、1500いきたい、アワビに負けたアワビ強すぎ、いやいやいや、いいんです、いいんです、 あとはリズムマシン、はいあ、振動する、リズムマシンのルール、はい、黄色と緑の2つのバーの高さを変えていろいろ音を鳴らして楽しむゲームです、スピード調節、うん、ふんふん、ふんふん、待ってあ、自分で動かせる6のチェック効かないな、これ方向キーは効くけどね、あ、スピードか、
もう終えます。謎のおまけついてくるんだよな。はい、ついついおまけが長くなってしまったぜ。よしよし、帰るぞ。よし、じゃあ見てくださった皆様ありがとうございました。これにて俺の料理の実況おしまいとします。ふう、なんとかクリアできたか。さっきも一回締めに入ったのに。あ、じゃあ見てくださった皆様ありがとうございました。じゃあまた違うゲームでお会いしましょう。またねー。